2番難しいパー4です。セカンドショットフェアウェイから。もう難しいピンの位置でしたけど ねしっかり突っ込んできましたね。2,3,5 とね、昨日のランキングでいくと 1,2,3 を占めるランキングが難しいホールで伸ばせてますからね。勢いがありました。この3番も見事なセカンドショット。バーディーパット沈めて、はい、5,7 も取りました。そして9番です。これがいい音だったんですよ ねそう言ってましたよね。音がいいと入るんですね、はい、5つ目のバーディーはチップイン。10番でスコアを落としましたが14番のパー3。先にね、リュウリットさんが打ってラインをね、はい、ちょっと見てですからね、素晴らしいパッティングでしたね。15番パー5です。いいアプローチでした。スタンドであそこまで持っていってね、いいアプローチでしたね。で、楽ラ々クバーディー。最終18番、ティーショットカート道から、はい、まあ、ドロップして、またこれも素晴らしいショットでしたね。彼女の時からかなりの打ち上げなので、はい、本当に私たち画面で見てるからそこまでって思うと思うんですけど、かなりあのレベル高いショットですよこれは。バーディーパット沈めることはできませんでしたが、最後はパーでホールアウト。最終組の2つ前から伸ばしてきてトップタイで最終日を迎えます。続いて河本選手のプレーも振り返ってみましょう。1番です。トップとは3ストロークの差を持って3日目を迎えましたが、1番からいいスタート切りましたね、はい。2番ホールです。セカンドね、少し番手を間違えたか、風の読み間違えたね、あの左の奥に外してしまって、そこからねちょっともったいなかったですけど、ダブルボギーでした。この後の3番のこのラフからのセカンドも素晴らしかったですね、はい、ここですよ。そして3番です。取り返しました。5番で1つ落として、そして12番後半のプレーに入っています。風がね少しアゲンストで、まあ、ティーショットの右のバンカーに入れてしまってのね、しょうがないロングホールでボギーは痛いんですけど、まあ、しょうがないボギーですよね。でここでトップ並ぶという、はい、15番のパー5。セカンド左に行ってヒヤッとしましたけど、ナイスバーディーですね。そうですね、はい、このあたりはもう大展開になっています。これもティーショットが左のバンカーに入って、もう本当にここしか出せなくて、この難しいアプローチをしっかり寄せてね、もう寄せてきました、はい、バーディーの後でしたので、はい、やはりここでパーを取ったっていうのは大きかったですね。この後の17番でしっかりピンを攻めてきて、このバーディーパットを沈めれた。これはすごい、はい、17番バーディーです。川崎に並びました。そして18番、まあ、これはタッチを合わせていくというお話もありました、ね、はい、トップタイで最終日を迎えることになりました。